カモメ、安定に立つ伊藤の疑問ラジオ。はい、どうもどうもどうも、疑問ラジオです。よろしくお願いします。はい、カモメです。はい、安定に立つ伊藤です。お願いします。ちなみになんですけど、はい、チャンピオンズリーグ決勝見ました？ですね、この毎年ね、うん、このフジテレビで、そう、民放でやってくれるじゃん、いつも。はい。今回ねえのね。ないんですよ。だダゾーン入ってないと無理。ダゾーンが独占してるんですよ、ね。独占です。完全、さらに言うとコッパアメリカも。ああ、そうです、そうです。まあまあまあ。そうそうそう。って感じで朝でね、4時で見まして。ああ、見れないのね、でもしょうがないですよね。はい、あのね、ちょっとね、最初に、いきなり、はい、PK なんですよ。はい、なんか。いきなり PK で、開始1分経たないうちじゃないかな。うん。ペナルティエリアで、はい、当たっちゃったで PK で、はい、皿が1点で、はい、その後がすごいなんかね、攻防は確かにすごいんだけど、うん、ちょっと眠くなりましたね。潮試合だったな。で、ソン・フンミンも、はい、みんななんかネットの評価だと、いや、結構頑張ってたって言うけど、うん、いやー、でもブレーキだったんじゃないかなーって感じ。まあまあまあ、でも、まあ、あの決勝にいるアジア人で段階ですごいんだけどね、うん、日本人の誰よりも。まあ、そもそもプレミア2チームがぶつかったわけじゃないですか。そうそうそう。プレミアリーグってそもそも他のリーグと違って、ウィンターブレイクっていう、うん、まあ、言ったらリーグ戦の途中に休暇みたいなのがどこの国もあるんですけど、唯一イングランドプレミアリーグだけないっていうのと、あとカップ戦も、うん、他の国より1個多いっていう形だから、もう、すげえ疲れてるんですよ。そうそう。この時期はもう。で、まだね、予選がちょっと、うん、チャンピオンズリーグすごい盛り上がってたんですよ、まず。はい、準決勝か。準決勝行こうか。はいはい、準決勝の時とかが、すごかったんですよね、こう、まずじゃあ、バルセロナが 3-0 でリバプールを破ると。はい。の次の試合で、その後リバプールがバルサを 4-0 で破って3-4で、リバプールが次ので逆転で勝ち上がったわけ。まずリバプールがすごい、これ。クロップリバプールが。ね、で、トットナム・ホットスパーも俺試合見てたけど、はい、アヤックスと。そう、最初のファーストレグだとアヤックスが 1-0 だった。うん、まあまあ、硬かったねって感じで。その後見てたら、まあ、トットナムが次の試合、これもちゃんと試合、最初から最後まで見ましたけど、はい、朝28時、4時の試合を。あんまね、28時って表記しないですけどね。5月8日、うん。これが、その、まあ、このね、もう、アウェイのアドバンテージで取ってるわけですから。ああ、なるほど。はい、3-2 でトットナムが逆転で勝つって。だからこれ3-3なんですよ、要は。うん、ファースト、セカンド合わせて。アウェイゴールルールで同点なんだけど、はい、トットナムが上回ったと。うん、すごいドラマなんですよ、ここは。まず。だって、バルサの勝ったのも、まあ、メッシが無双した後の、リバプールが、まあ、勝てないでしょ。3-0 ってやつを破ったチームがいないと。過去、チャンピオンズ。ああ、そうですね。はい。この準決勝の段階で。破ってきて、だから相当盛り上がるんじゃないかと思ったら、まあ、なんか、無難というか、もう取っちゃって勢いのまんまだよね、みたいな。なんとなくそうですね。そうだったね。まあ、みんなリバプールで予想してる人も多かったし、2-0で。まあまあまあ、確かにね。いや、いい試合っちゃいい試合だったんですけど、はい、なんかこう、うん、おめでとうって感じの、僕としては、途中で入ってきた、乱入の、はい、巨乳が気になったぐらいしかもうなかったです、僕なんか。ああ、それなんか、ちょっと僕、ネットで聞いただけなんですけど。そう、それこそ、ゴールの前ですよね、最初の、ファーストゴールの前に、はい、画像見せますけど、はい。あ、そんな早い段階で乱入してきたんですか？はい、もう毎年最近多いんですよ、はい。チャンピオンズリーグ前にストリーキングで現れるとかの。最近もう年間の景色みたいになってるのが、これ、はい、この、はい、こっちも画像じゃあ、はい、後で載せます。後で見てる人、ね、後でラジオ聞いてる人にも見る。ハイレグお姉さんが。はい。出てきて、この止められるみたいな。こいつが結局はい、見て、なんかもうすぐにその検索したら出てきまして、はい、ヨーロッパ人の、なんかね、はい、インスタグラマーらしいんですよね。もう600何人、はい、何十万人のフォロワーのインスタグラマーだか、はい、YouTuber で、はい、で、このチャンピオンズリーグでその出てきたじゃないですか。はい、1時間で15万人フォロワー増えた。はい、これもうね、罰金制にすべきじゃねえか。この来年とかね、YouTuber とか出ますよ。いやー、乱入したぜ、みたいなやつが。で、僕それちょっと調べたんですけど、はい、その人、乱入した女の人は、うんうん、なんかどうやら恋人の男が運営するサイトの宣伝目的だったらしいんですよ。ああ、もうバッキバキだね。はい。で、その恋人の男っていうのも厄介なやつで、うん、今回この乱入したハイレグ女、うん、
と同じで、うん、その男も2014年のワールドカップドイツ決勝、うん、アルゼンチン対ドイツに乱入した男なんですって。なるほど。いやだからカップルして。もうね、すごいね。だから、これだからマジで何百万取りますよってもう言った方がいいんだと思うんだよな。だって戦前効果やっぱ半端ないわけじゃん。いや、ひどい。やっぱり。俺、ちゃんとこいつの出てる YouTube も、リンクその、海外のサイトでこれ、ビッチにこう、インベーダーが現れたぞみたいなのがありまして、あ、はい、うん、彼女の子なんだけど、ただやっぱリンク貼られてて、はい、それこそね、990万登録者みたいな YouTuber と出てた。へ、え、ぇー。なんかもう、はじめ社長以上よ、だって、ね。いや、それもう。日本一の YouTuber のはじめ社長よりも登録者多いやつと絡んだりしてる女だから。うそういうやつが宣伝で使うからさ、なんか、どうしようもないよね。いやこういうの萎えるんだよ、本番前にさ。何乱入開始するんですよね、だってもう。開始前だよ。あ、前ですか？もちろん。あ、うん、もう少し開始、始まるぞって時に。へぇー。15万人フォロワーで、ほんとね、結局こういうバズったもん勝ちなんだよね。いやもう、金になりますよ、15万なんて。ヨーロッパで。フォロワー増えただけで金増えて、もう、けど、ね、まあ、そう、もう何百万か取ろうぜ、マジで、こういうバカは。バカ嫌いなんだよ、俺は。あ、駅でイチャついてるカップル見て、あんま腹立たなくなってきた。もうねえねえねえ、こういう、なんかね、なんかね、こういう卑怯な手口でどうこうしようとするやつが多いからさ、もう最近、萎えちゃうんだよ。まあまあまあ、試合としてはね、はい、結構でも、まあ、もう面白かった、面白かった。最初、これ、この 1-0 の使用試合かしらと思ったら、はい、その後最後も、結構、終盤でもう一点決まって、うんうん、流れとして。だから結構、まあ、まあ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 、順当な終わり方かなっていう。で、一応、はい、バロンドル候補にはファンダイクがこう、名乗りを上げたって、すごい直近64試合ドリブル一度も許さず。64試合、漫画のキャラでもいないぜ、センターバックで。ドリブル突破許されてすごくない、うん、絶対にインターセプトしてんだよ。うん、ドリブルしてきたら。うん、そんな人いる？なかなかですよ。キャプテン、なんか、それこそはい、あの、シュートとかのね、漫画のシュートとかのレベルでしょ？はいはい、北海の氷壁みたいな、ね。そう。懐かしいな。もう絶対インターセプト止めるみたいな。でも今、バロンドール、でもこういうのディフェンダーで取るのってないから、上げてもいいと思うんだよね。64試合で1回も抜かれたことないって相当じゃない？ああ、だって、ディフェンダーでバロンドール取ったのファビオ・カンナバロイね。そう、カンナバロイね。そうだよね。まで遡らないとないですから。すごい。じゃあそう考えるとね、よかった。リバプールがあった、まあ去年が準優勝なんで。まあまあそうですね。まあまあまあ、ね、はい、クロップもちゃんと。うん、シルバーコレクターから。そう。ついに。それもなんか言ってたよ。だから今までずっと優勝知らない男じゃないですか、みたいなずっと言われてきたけど、うん、ようやく反論できるね、みたいな。そうですね。だってドルトムントでも、うん、バイエルンとチャンピオンズリーグ決勝で負けて、うん、で、前回もリバプールで、レアルマドリード相手に決勝で負けちゃったわけですから。ようやくの、うん。別に、まあ、クラブチームって意味では優勝何回かしてるけどさ、ドルトムントも優勝してるから。で、まあまあうん、もやっぱね、ちょっと。あと、すごい、おじさんだから気になるんだけど、はい、昔、トットナムホットスパーだったよね。ああ、これだから言い方。ね、戸田和幸時代、はい、俺、トットナムホットスパーで覚えてて、ツイッターでも俺トットナムって書いてたんだけど、はい、トッテナムでしょ、勝手にトッテナムになってるの、あれなんなのいきなり。これだから、まあでも言い方、おじさんの、まあ、だから結局、ムバッペ言ってたのが、エムバペになるのと一緒で。そう。あれ、昔トットナムホットスパーだったけどって思って、トッテナムなんで、みたいな。いやいや、それもなんか、こっちがおじさんでこう、ハンカチをハンケチって言ったみたいな状態だから、ちょっとあんま嫌なんですよ、あの表現。はいはいはい。で、あと、なんだっけ、最近直近だと話題になったのは、ホンダのあ、1万払うので、はい、僕にサッカー教えられたい人いますかね、とうとう、1万払う人決めたらしいです。うん、誰なんでしょう。だからそこが、プロジェクトとしてやっていくと。ああ、なるほど。もうホンダ1万くれんのよ。サッカー教えてくれて。ね、普通だったらね、1万。うん。払っても、安いよね。安い、コーチ、1万で、で、長友がね、長友優斗です。よろしくお願いしますってツイートしたりとか。だから、牧野とか、これもネタ臭いよね。牧野っぽいよね。浦和レッズのディフェンダー、背番号5、牧野智弘です、みたいな。うん、智明か。智明です。どんな人でも野心よりが上手と思っています。教えてほしいですって。なんかね、こういうネタツイートみたいなのが。こうすることによって、冗談なんじゃないかみたいな。そうね。まあでも結局なんか本当選んだ、マジでワールドカップ取れる人を、はい、待ってね。本気でワールドカップ優勝したいって人だから多分10代とかで、多分もしかしたらアンダーの経験があって、なおかつジュニアアンダーのレベルの人とかじゃないかなっていう予想としては。だって本気で優勝したいっていう人で、選ぶって結構雑魚選ぶないじゃない？ホンダとしても。
いやいや、小学生レベルだけど、なんかせめてちょっと全国で結構名を馳せてましたぐらいの子じゃないとちょっとむずくね。でも海外の育成事情で言うと、うん、それこそ今鴨居さんが言ってくれたみたいに、うん、なんでしょう、うまい子を取って、うん、その子たちを育てようっていう観点があると思うんですけど、うん、海外とかだと、うん、例えば、うまくて足の遅い子と、うん、下手で足の速い子、うん、どっち取るかって言ったら、うん、足の速い子の方が。あ、それよく言うよね。なんでかって言ったら、もう、技術は教えられるけど、うん、ナチュラルスピードは教えようがないって言うから、うん。だからそう考えると、あ、そう、逆に本田さんにもすげえ下手な人ばっかり集めて、それを教えてもらってほしいなみたいな。ただすごい背がでかい人とか、うん、足が速い人とか、うん、なんか感覚がする。それをでもリプから探すのって超難くない？それ選んじゃったね、もう。だからもうそれこそ勘ですよ。それこそ勘で。いけるもんなのかね。まあ、優勝したいって言ってる、僕が金払って、この金払ってパターンのってこれ、はい、誰が元祖なんだろうね。で、この嫌だツイート流れた、このお金払うんで、はい、逆むしろ何々させてくださいパターンの。ああ。流行ってたのこれ自体が。このツイート自体の流行りの一つがホンダが乗っかったやつなんだけど。へぇー。あ、ホンダの後追いっちゃ後追いな。後追いの方。もっと他にもいっぱいいたはず、他にもなんか忘れたけど。でもまあ、基本誰かが言ったのが。はい、で、あと、それ CL 決勝の場合だと、はい、戻っちゃうよ、CL。はい、なんだけど、はい、初めて、CL の在籍チームの元選手が、日本で、その CL の解説したのが、初めてが戸田和幸らしいですよ。戸田さんが、解説やってたんで。なるほど。そうそうそう。だからなんだったら、むしろだって、戸田さんは、2002年活躍以降入ったけど、うん、全然プレミア馴染めなくて辞めちゃったからね。あ、そうなんですか、ね、そう、全然、試合もね、1試合か2試合で干されちゃったの。もう、なんか大失敗しちゃって。そう、デビューマッチが本当に、動きがもうダメで、はい。そう。でも結構早めに退団になっちゃった。そうそう。2002年が一番良かったからね、戸田和幸の動きが。っていう、まあ事情もあるから、まあだから、元って言われるとあれなんだろうか、本人的にも。うん、確かに。まあ、ルミコさん聞くよりか。まあ、まあ、まあ、ね、ルミコダゾーンで呼ばれちゃう俺嫌だよ。ルミコ呼ぶんじゃねえよと思う。でも意外と見てはいるからな、あの人は。うん、舐めてるようで。そうですね。お金あるから、ちゃんと、うん、ちゃんとチャンピオンズリーグ、バルサの試合実際見てた事実だから、あの人は。わかんない。だからもしかしたら。大隅健也がいなくなってからもう、バルサを見るしかなくなったから。リバプ、今回の決勝がリバプール取ってナムだったからよかったけれども、そうそう、バルセロナが上がってきた場合は。いや、見てますよは言えるから。あと、ダゾーン、もう呼ばざるを得ないみたいな、ね。そう、だって、じゃ嘘じゃなく見てるから。うん、ほぼ全試合見てるって言われたら、まあ、本当にそうだからなってなるから。まあ、そっか、素人代表だと、まあ、いいかもね、になるかもしれないから。まあ、しょうがないっちゃないんだけどさ。はい、思うけど、あとはね、俺は俺でこの間 J2 の試合をまた、ベルディの試合ばか見に来たんですけど。精力的ですね。いや、精力的ですよ。疲れましたよ。いや、疲れちゃう。選手、疲れるのは選手ですからね。いや、でもね、思うんですけど、はい、やっぱね、J2 でこのオラガマチ応援パターンって僕、まあ、今まで J1 でいた頃は結構ベルディ見に行ったけど、はい、やっぱおじさんになると知ってる人が減るんで、知ってる人が増えていく過程が楽しいのかもしれないなっていう。今なんかまだね、直近3、4試合かな、見てね、味の素は、はい。今はまだね、知らない子たちよね。まだ昔だったら、林健太郎がいて、広永雄二がいて、山田くんもいるし、はいはい、だから中島翔也もなんない、もう、ね、今いないわけですから、うんうん、ベルティには。だけど、思い入れが少ないんで、うん、だけど、まあまあ、今のところようやくちょっと、慣れてきたかなって感じ。で、ジェフ市原戦が、まあ、さっき5月25日ありまして、はい、1日だと、なんかね、今最近ね、なんか順位が、だいたい J2 の中位ぐらいなんですよ。現在11位なんだけどね。この J2 ってだって相当チーム数多いんですよ。そうなんだよ。もうだって、めちゃめちゃだから勝ち点1差でプレイオフうんぬんなるから、はい、6月3日前代今11なんですけど、うんうん、ちょうどまあ連勝中だったのかな ?3 連勝ぐらいの時期だったんだけど、その後まあ引き分けになっちゃったんだけど、やっぱね、サカツク見る感じだよね。サカツクってやったことあります?ね、ちょっとしかないんですよ。あんまり。サカツクって最初資金ないんですよ、はい。資金ないとどうするかっていうと、お金を作んなきゃいけないじゃないですか。はい、ユースの選手上げるんですよ。なぜかというと既存の選手が弱いから。なるほど。既存選手弱いから、そいつ、いや、もう、25ぐらいでもう成長率のやつ切って、はい、ユース上げて、で、ユースが、まあ、主力になるか、主力のやつは残すけど、うん、まあ、主力クラスじゃねえけど、まあ、使えるなぐらいのやつだったら、移籍で、なるほど。移籍金で金を結構リアルに近いんだなと思って見てんだけど、なんで、まさになんかその初期のサカツク状態よね。なんか、別に、奈良和とかいい選手いんのよ、別に。はい、いるんだけど、はい、サイドの奈良和であったり。それこそ最近これコッパアメリカ選ばれた選手いんのよ。はい。渡辺康太。そうかね、渡辺康太も最近、この直近見た試合で、はい、この試合で怪我をしまして。あらら。
で、今、精密計算士が下手したらコッパ出れない。ああ。そう、ベルティから。なんですけど、はい、まあ、あとコッパアメリカの話もするけど、はいはい、コッパアメリカも若いよね。いや、若い。選手が、まあ、だって多分、ほぼ1998年、東京五輪年代だらけなんで、わだから、多分、富安がまだ一応レギュラーなんだけど、はい、東京五輪年代、新トトロイデンの。なるほど。と、上田直道が一応このコッパメンバーに選ばれたね。はい。そう、元鹿島の、今、あの、ベルギーのね、うんうん、セルクルブルージュの、トッカーだよな。トップがほとんどもうなんかベテランさんで固めた感じ、他のメンバー。川島英二、はい、ベテランは川島英二、岡崎選手もいて、はい、で、一応ボランチだと柴崎が、このメンバーの中ではまあ年そこまで、やっぱ4年後も多分いけるけど、92年生まれで、まあ、うん、まあまあ真ん中。で、中島翔也もまあ入ってる。っていう感じで、他はあの、ハンブルガー SV の伊達達也とか、なんだけど、うん、他はもうほぼほぼほぼもう東京、ああ、まあ、久保くんもいるか。久保くんがいますね。はい、2001年生まれなんだけど。FC 東京のね。これはなんか、で、あと、上田紀世って法政大の、こう、はい、今もう大学会の、大学会のプリンス。へぇー。これなんか、あの、スーパーサッカーで一回インタビューとか見たけど、まあ、はい、なんか、あれユース挫折組かな確か。ああ、なるほど。そうそう。トップに上がれなかった人だったはずなんだけど。大学行ってそうそう、伸びたってパターンだけど、こうやって見ると、これ、なんか、コッパアメリカはもう完全に、だから、あの、ヨーロッ、南米の方でやっぱ書かれたらしいけど、はい、B 代表送ってくるなって日本は。ああ。まあ、B 代表だと思う。確かに。いや、そうですよ。完全に五輪東京、でも、しょうがないんだもん。だってヨーロッパ拘束力ないから。うん。本当だったらフルメンバーで行きたいとこだけど、うん、あの、これ国際指定の A マッチじゃないんで。はいはい。そうそう。めっちゃ断られてるから。ああ、やっぱそうなんですね。大迫優也もいないしね。うん。あ、そう。そうそう大迫は早い段階からもう、うちは出さないよって言われたらしいんで。そうそう。だから、要は大迫なしでどう、はい、もう大迫いないと違うチームだからね、まあ、日本代表は。日本はそうですね。トップに当てて、トップがどうこうビルドアップさせて、2列目飛び出させるかなんだけど、うん、ただ南野すらいないわけじゃん。あメンバーとして。だから、これ久保くんがかなりフル活動せざるを得ない。はい、まあまあまあ。久保くんがもしかして、まだ安定感取るなら安倍、鹿島アントラーズの。はいあたりかなって感じだけど、出力で使うのは。あと、マリノスの三好もうまいのよ。はい。これ、確か10番だと。今、前まで多分その東京世代の10番だと思うんだけど、三好は。で、あと、中島翔や柴崎学あたりが出るのかなって感じ、多分。まあ、あの、ワントップシステムだね。はい、ワントップ。でも、岡崎慎二使うのかな。でもここ、前田大然も一応東京五輪年代としては唯一でも点取ってる人なんで。はい。今、松本山雅でも、まあ一応主力のフォワードで。うんどうするのかなっていう。ねえ、ちょっとメンバー的に。もしかして、久保くんもしかしてスーパーサブかもしれないなってちょっと思うけど、ね、このメンバー。中島翔也いて、つかもトップ下は多分中島翔也とかだと思うのね。はい。で、ボランチ、まあ、柴崎、学と誰が組むか。って感じで、そうだね。ディフェンスがもうほんと上田直道、富安以外は、うん、俺もよくわかんない。板倉公は一応フロー人間にいるサイドバックだけど、はいはいうん、そう。なんなら川島主力で使うのか、このメンバーで。キーパーがわかんないか、このアンダー世代の。うん、大迫多分サンフレッチ今出てるんじゃなかったっけな、今ちょっと画像で見てるんですけど、うん、その川島選手以外の二人のゴールキーパーは高校生にしか見えないんですで、大迫が確かあのね、今なんか、サンフレッチが今ね、主力の、はい、あれレギュラーだったっけ林だっけ、うん、なんかね、主力が怪我してるおかげで今、大迫に出てる。一応、サンフレッチのレギュラーなんで。もう肌の質感が違いますもんね。若いね、うん。このメンバーで結構、バキバキの主力の、はい、こう南米でしょ、南米相手にどうなるのかなって感じだよね。結構、それこそなんかね、多分ね、状態としては、はい、トルシエがいた時のコッパアメリカにマジで近い状態になってる。ああ、大敗しましたよね、確かに。あれは、当時、吉原、あのね、フラット3が整備される前の、はい、あの、トルシエジャパンの。なるほど。本当にもうワールドカップ後の99年で、98年組もなんかそのフランスワールドカップ組も外してフラット3を定着させようっていうメンバーを選んだんだけど、はい、別にフラット3定着してないでバキバキにやられてるっていう時代のなんで、当時確かパラグアイがロケサンタクルスって言って、バイエルの主力のフォワードがいて、懐かしい、もうロケサンタクルスに結構点も取られたりとか、うん結構もうどうしようもない状態だったんですよ。ああ、なるほど。今回だからどう、まあ、初戦がチリ。これが朝8時。日本時間ね。で、ウルグアイでしょ。ウルグアイでしょ。で、エクアドル。だなかなかだからね。うん、まあ、ここで日本に勝ち点取らないと困るよねって状態ではあるよね、他の組は。うん、B 代表だもん。いや、だからそうですよね。うん。なんかどうすんのかなっていう。これ勝て、本当勝てんのかなって。まあ、勝つっていうか、東京五輪の。見据えてね。見据えてなんだろうけど、結構、
構むずいんでないのっていうのは。いやー、本気の南米ですから。そう。まあでもそれはもうお試しとしてって考えんなら、まあそれでいいのかなって感じだけど。逆にものすごい大敗して、五輪に引きずらないかどうか不安ですけど。あ、でもそれはないですよ。要は負けた方がいいんだもん。あ、要は昔もスタッド・ド・フランスの 5-0 の、ジダンがいた頃のフルメンバーのフランス代表に 5-0 で負けたとか、あれ以降、もう境に結構2002年まで飛躍したからね、うん、やばい、このまんまじゃ負けるぞ、フルメンバーのフランス代表に負けるんだっていう、このメンバーは、うん、トレゼゲとかみんな主力で、でもやられたから、ね、懐かしい、トレゼゲいた、アンリとかいた、めっちゃ強かった、めっちゃ強かった、本当、フランスが最強、まあ今もフランスは優勝してるわけだけどさ。うん、なんだけど、いや、もう中でやんなきゃいけないからね。頑張るし。で、結局、その、出れねえわで。で、ベルディもさ、この間で直近の試合1対4だしな。1-4か。3、俺もう朝4時起きてんだよ。あ、チャンピオンズリーグ見た後に。むにゃむにゃの状態で見てるから、はい、うわ、これしんどーと思いながら、どうすりゃいいんだよと思いながら。眠たー思いながら。でも、ま、選手頑張ってるからね。うん。いや、そうです。でも、結局だから、主力が、じゃあ、久保建英がとか、で、要はなんか、じゃあ、6ペン取りましょうかって、6ペン取ったところで、サガントス状態のこともあるわけじゃない。はいはい、はい。要は、うん、ね、結局、通り着いたところで、そうです。降格圏でしょってなるわけだから、そうそううまくいかないから、だったら、赤字の状態で、チームが消滅しないように、はい、ユース選手を売却しながらやった方がまだいいんじゃないかってことだと思うんだよ。あ、これ、オラガマチが弱かった場合はね、うんうん、確かに。っていう心理で今俺やってる、うん。そこまで叩かないもん。だっていないんだもん、人が。うん、で、外人が当たりじゃなかったらやっぱり勝てないじゃない。まあ、でも、博打ですけどね。博打、博打、超博打。だって今、昔みたいにエジムンド取れねえもん。そういう、ベルディそういうことして結局、チームがピンチになったから、お金なくなって。エムボマとかね。そうそう。エムボマでもあれ、アンカーの血取ってるから。ああ。別にあれ、カメルーンのすごい主力選手とかで取ってないから。確かに。要は、安物買いで取って、うん、当たり券か、外れ券かの、戦いじゃん、大体が。まあでも、金持ってないチームがフォワード取ろうと思ったらそれしかないですよ、ね。そうそう。で、結局、フェルナンド・トーレス取って点取ってくれないと地獄なわけでしょ。そうそう。そういうこともあるから、まあ、11位っていうのは、俺は適正じゃないかと。やってるサッカーの性質上。サポーターですよね。サポーター。いや、でも、だって勝てねえんだもん、しょうがない、それは。なんか、いや、でも、頑張ってないとは言わない。まあまあ、まあ。全然。だって、主力として、センターバックも別に悪くない。うん、いるメンバーも。なんか、そこまで、悪くないんだけど、ただ、点取れない以上しょうがないよねっていう心理。そうそう。フォーバックにもして、うん、まあ、中盤がトライアングルなんですよ。はい、で、そのウィングが、まあ、上下のサイドがメイン、はい。サイドのクロスとかがメインなんだけど、その、で、ワントップが、大阪優也じゃないじゃないですか。もうここでも出ますか。でしょ。要は、これビルドアップタイプがワントップとかだったら話早くて、じゃあ押し上げてそのトライアングルなりサイドにこう供給できるように散らすとかがあるんだけど、どう見てもね、そういうポストタイプじゃない、見てると。ハンマータイプか。うん、なんか、動いてはいるけど別に収めるタイプじゃないとなると、もう一回サイドに出してクロスをとりあえず投げましょうみたいな状態になるわけさ。なるとこれコンセプトどうなってんだと思うわけよ。ちょっと行き当たりばったりというか。そう。でももうこれいない、じゃあ主力のフォワード取るかあったらいないんだよ、金がないから。ならサポーターはとりあえずこれはいい形になるまで見守ろうしかないわけ。金ねえんだもん。あ、要はこれいろいろ、じゃあ中島翔也を売ったりとか、いろんな小林勇気売ったりとかした金で、うん、でも補強はしてないんですよ、うん、それは安い金で外人は取ってきたけど、となると良くなるのを見守る以外ない。だって去年のだからプレーオフ送った監督も、はい、もう売られてるわけですよ。あ、監督売られ、主力センターバック売られですよ、キャプテンの。いやで、フォワードも売られてますから、そのチーム内得点王が、ドーグラスが。背骨丸ごと。もう丸ごと。で、広島でそのキャプテンのセンターバック干されてるから。買い戻せ、もうレンタルでもいいから戻せと思う。ああ、そうか、そうか。センターバックも。だからそれはもう J1 なんで。はい。そういうこともありますよ。まあまあまあ。ってなると、でもこれでぶつくさ文句言ってももうだって金ないもんで終わりでしょこれだから分かる、一回俺だ、つぶやけて、6ペン取ってくんねえかな、ホリエモンがオーナーなってって書いたけど。つってもなんで、6ペンいたとこで変わるかったらそう変わんないからね。だから今のチーム状況でこう。そうなんですよね。そう、だからこうちょっと久々にね、こう、なんだろう。
よく、あの、ね、知り合いの芸人、ハワイユ野田くんっていうやつがいまして、はいはい、サッカー好きなんですよっていつも言ってくるんで、はい、そう、サッカー好きなんで、よくツイッターでサッカー語ってんだけど、はい、J リーグ盛り上がったいっすねっ、なんかコッパアメリカの話もしたもん、なんか、うん、南米選手権あるけど、あれダゾーン入ってないと見れないよって、え、そうなんすかって。本当に好きなんですか。そうす。いや、で、だからその、J 盛り上げたいって、野田くん最近サッカー見に行ったのいつなのって言った時に、はい、94年の。お前盛り上げる気ねえじゃねえかよ、お前。地上波で見てよ。94年なんかミスターチルドレンがイノセントワールドを歌ってた。そうだ、イノセントワールドの時だよ。いつの日もこの胸にいいだよ。ブレイク期だよ、ミスチルの。本当に。まさかこんな長く続くと思ってない。ミスチルが。そう、だからそういうやつでも、だからなんか、要はそういう、なんでそうかって言って、なんかね、はい、強いチームがいたら応援するタイプの人いるじゃん。ああ。それなのよ、野田くんって。はいはい、なるほど。なんかベルディ全盛期やったらベルディ応援するし、はい、鹿島強かったら鹿島応援するしみたいな、うん。巨人強かったら巨人応援するしみたいなタイプがいるから、うん、そういう人は絶対 J2 は向いてねえなって見る。まあ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 。そうそう。別に悪いかって、いや、あのね、やたらサポーターのツイートを見るようにしてるんですよ、最近は、サポーターの人が。みんなやっぱ無償の愛ですよね。偉い。文句を、悪態をつかない、皆さん。素晴らしいと思う。俺、どっちかって昔、ベルディ見た時、すっげえヤジ将軍だったから。俺、他の人に睨まれながら俺、ヤジ言う時とかあったから。ちゃんと詰めろよ、おめえよとか言うんだけど、ただもう後ろの前のやつがギって睨んできたりとか。そうそう。だって詰めてねえじゃねえかと思うから。やっぱディフェンス肝なんですよ、ベルディって。いつの時代も。はいはい、なんかわかる。なんでもちゃっとしてんだよ、フォーバックがよとかなるんだけど、もうそういうのも今の時代そこはないわけですよ。文句言うのがまず。なるほど。だから見守ろうね。そう、ワントップが、ね、突然変異的にユースから、ね、現れるかもしんないんで。まあ、その選手も買い取られたりするんですけど。なかなかの博打ですよ。そうそうそう。でもすごいのが、はい、そのユースベースで、選手を、まあ、育てた割に、プレイオフまでは残ったりするんですよね。さらに言うと、今16節ぐらいなのね、確か。うんうん、別に38節ぐらいあるんで。J2 ですね。勝ち、そう、勝ち点積み重ねれば別にプレイオフ圏内いけるんで、うん、あながち別に長い目で見たらいいのかなって感じ。あ、そう、っていう状態なんですよ。要は別に浦和レッズじゃないんで。J2 に浦和レッズはいないんで。いないんで。そうそうそう。っていう感じになるから、まあ、もうちょっと長い目で見ようかなっていう感じですね。なるほど。そう。僕ももう今一回、あの、一年生に戻ってるんで、昔、その、リー・クニヒデ時代を見てるとはいえ、もう、はい、もう大昔の話なんで。大昔です。そうそう。だから、FC 東京戦を今度ね、はい、まさにだから見に行くじゃないですか、今度、はい、FC 東京、ビッセルを。はい、僕らがね。ね、イニエスタいないかもしれないけどね、怪我で。多分怪我でいないよね。うん、ポドロスキーか、ビジャが見れたらいいねっていう。そう、どうなるのか。まあまあまあ、楽しみだけど。ちょっとそういう意味で、FC 東京と東京ベルの違いも見ようかなって感じで。ああ、いいですね。そうそう、比較をちょっとね、うん、してみたい。別に。J1、J2 ですね。そう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 。まあ今のところ、まあ、こういうのも含めていろいろ勉強になるなっていうのが。あんまりやっぱ、そんなに長々と1チームを追うってしないから。あ、まあ、ベルディを追ってたけど、はいはいはい、現地で見てると負けるとね、倍腹立つんで。ああ、やっぱそうなんですか、ね。そうそうそう。金使ってるから。うん、うん。こっちとら。って考えるとね、うん、まあまあそういう面もありつつって感じですけど。ああ。ね。だからいかにあの、はい、なんだろう、在宅で俺別にサッカーっていいと思うんだけど、うん、在宅楽よね。まあそうですよ、そうそうそう、本当に。だってやっぱ来てるファンの人もっと命かけてるもん。うん。いや、偉いよ。そうですね。会場周りで別に、ベルディのスタッフでもないのにさ、うん、あ、次の試合はこの日あります。皆さんぜひ来てくださいってサポーターの方が。そんなんやってるやってるんですよ、ボランティアで。うわー。偉いなー、こういう、でもこういう人が、やっぱ支えてるわけじゃない。うん。そうそう。俺も、贅沢に文句言ってるわけにいかないわけなんですよ。あの人よりか、俺は別にアウェイ見に行ってねえし。あ、まあそういう考えもあんま良くないんだけどね。本当は別に好きに見ればいいんだからさ、うん。いや、でも素晴らしいと思う。そこになんか、やじるって体質でもないんだよね。そこがいいと思ったの。前、そういうことなんかスタッフよく清水スポーツやった時とかは、はい、やじるチームやじりますからね。どことは言いませんけども。埼玉付近のチームとかはね、本当に。ね、レッドの、ね。レッドのチームとかの場合は本当に、もうめちゃめちゃ悪口言ってましたよ、もう。ああ、やっぱそうなんですね。言ってました、言ってました。山田キャプテンだろーっつって。ちゃんとしろーっつって。サイドバックに文句言うだろ。
まあ、フォワードとかじゃねえんだね。そうね。近いですからね。そうそう、ピッツタジアムからね。そうそうね。言われてるからね。まあ、そういう感じではなくて、なんか優しいよね。あ、やっぱ、虐げられた歴史が長いんでね。ベルディは。確かに。そうそうそう。そう考えると、サイドの選手ちょっとかわいそうですね。あ、まあね、やじに飛んでくるって。でも、ベルディに関してはやっぱそんな怒んないかな。そう。鹿島も一時期俺、インファイトって結構知り合いが鹿島ファンで見に行った時、インファイトの人だったんで、はい、そういうサポートグループあるの、インファイト。まあ、やっぱ熱がすごいから、やっぱね、やっぱ強いチームやっぱヤジ怖いですよ。あ、みんな、やっぱり、こう、もう、必死になるじゃん。あんだけ罵倒するから。うん、俺が、いた、俺自身。相手チームじゃなくて、味方を。味方を。20年前ぐらいかな。インファイト、怖かった。俺は一言だもん。相手やじるんならわかりますけど。いや、自分のチーム不甲斐なさを。でも強いチームって、チームメイトめっちゃ怒鳴ってますよ。ああ、なるほど。ピッチ内でってことですね。そうそうそう。はい、あ、まあ、サポーターもだよ。あ、なるほど。うん。サポーターもやじるから危機感持つじゃん。の方が多いかなってイメージだけど、はい、ドキュメントとかでも。やっぱ、鹿島のはなんかドキュメント見たけど、やっぱみんながお前あれだ、あそこなんでカバ入んねんみたいなのを、結構やり合ってたからね。そうそう。なんか、77チームの方が多分、はい、だと思うよ。うん。まあまあまあ、いいんじゃないでごまかしてるチームは強くない。それこそ鹿島の誰か、岩政さんかな、誰かが言ったと思うんだけど。はい、ミスを修正しないまま進んでるチームは大体弱いと。ああ、なるほど。いうのは多いって話はされた。なんかね、思うんですよ。やっぱサポーターの姿勢を見てると、はい、やっぱあんま言うもんじゃねえなっていう。あ、みんな、一律に頑張れってやるから。あ、俺文句言いたいタイプなんですけど、そう。言わないと治んねえじゃんと思うんだけど。いやだから俺、文句言うんすか一緒に行って。いや、ね、FC 東京は別にそこまで。はい、FC 東京、ベルディ、ビッセルはそこまで多分。普通に見ると思う。はいはいはい。よかったよかった。やじるってよっぽどなんか、ダメなチームじゃないと言わないから。ああ。また、サイドぽっかりやけて抜かれてるとかなると、だから行っただろみたいになるじゃん。そう。山田くがまたなんか、山田拓也って言ったんだけどね。はいはいはい、もうまだ変なポジショニング取るから、スペースにボールやる。山田くが前、ボランチが前出るから、取られんだろそこはってなるんですよ。そう。それは言うよ、それは。山田くが悪いんだもん、それは。ボランチなのに前目に、攻撃点取れないのに前出るから、山田くの文句言うよ、それは。ああ。そう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 。まあ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 。そうそう。って感じですね。そう、なります、なります。いやー。そう。でも、だ、はい、逆にだって、俺、知らない FC 東京の、その、うん、例えば、ホーム自由席なり行くわけじゃない。うん。俺、やじってたら多分、すげえ怒られるから。ああ、なるほど。多分、暑いでしょ、あっちわかんないけど。確かに。知らないおじさんが毒吐いてたら、多分ね、うん、ちょっとね、怖いお兄ちゃんになんか言われるから。うわー。わかんないけど。うん。実際どうか知らないよ、俺、FC 東京の、その、グラウンドの辺の見た記憶ないから。うん。そうそう、暑い人は暑いけど、いや、もう、牧歌的だと思う。へぇ、うん。まあ、確かに、ね、猫さんのチームですし。そうそうそう。赤いチームはめっちゃ怖かった、ね。赤いチームは。超怖かった。赤いチームはもう。うん、やばかったと思う。それじゃなければいいかなって感